俺は笹ささ抜きへえこれなら竹藪や,や海に投げ捨てられても自分で戻ってこれじゃなこれは失敗したって放り出したくなったと知ってもだア <laughs> なんて冗談竹藪から出てきたのに笹って昔は竹と笹の区別が曖昧だったからさこれほんと。 波に乗れれば今度は自分で戻ってこれるだろうでも海はちゃんと怖いからいいよ漂っていると凝り固まった部分が溶けていくような気がするから不思議だ隊員の一撃決めてくるか隊長の一撃決めてくるか こんな感じどっ似合ってるさて沖に出ますか落っこちてたら持ち帰ると何であろうと一撃で焦って飛び込まずまずは全体を眺めてさてと テイクオフ食らえキャーッかすみき軽い踏み込みすぎたかおいにいっきょったこが運のつきじゃ一撃必殺お俺が一番切ったってことかあったた 波をつかめないとこうなっちゃうよなあったた確かに道具にメンテナンスは大事だわああ確かにかすり傷くらいが一番しみるこの雲行きじゃやめといた方がよくないかま気迫で負けるわけにはいかないか力の波掴んだか あ、なんかもらえるこれがここの歴史ってわけだ俺も欲しいものあったんだ気が合うねお新顔こういうのはさこだわりすぎないのがコツこれは力の波ああ疲れてると甘さがしみる そうそう食べてこそ戦える刀が自力で戻ってこれるんだから便利な時代だよほんと。よーし行きますかいい波だった聞く馬と波は乗るものだとばかり笹の葉を貫いたから笹抜き 薩桑山家に伝来した「波の平派でも最古の方の傑作」って言われてるけど最初は投稿の意図とは違う出来だったんだろうなやれ失敗だと竹やにやれ怪しいと海に投げ捨てられたりもしたね <laughs> でもまあ環境の変化ってのは進化を促すってどこかの誰かさんみたいに凝り固まらずに行きたいな お就任二周年水辺でチャプチャプからは卒業かお就任二周年もうそろそろ迷わずに行動できるかなお就任三周年何でも三年続けば一発しこれほんとお就任四周年慣れてきたからこそ流れでうっかりなんてこともあるから 気をつけてこうおをついに就任5周年、ね、盛大に祝わなきゃいけない節目だろうお就任6周年、ね、波を一つ越え次の大波やってことおこれが噂の藪からあるじか。 波の音…いや笹が触れ合う音か「やぶから入れてやぶに帰る」か。